でしょうか。いや、まあ、あのチャンピオンとしてはもうどちらでも戦えるボクサーなんです。はい、だから中に入った時にやっぱり外から来るパンチ、ひょっとしたら、視界が悪いかもしれないので、目に血が入って、そういうところで、まあ、さっきのラウンドも打ち合う場面が多かったんですけども、見えないからこそひっついたところで打ち合う、そういう場面もこれから増えていくかもしれないですね。鈴木さん、はい、チャンピオンの傷をですね、先ほどのラウンドコミッションドクターが見まして、その結果あのまだ止めるには至らない傷だという判断です。なるほど。そして山下会長からは傷もあるので、もっと行ってもいいんではないかという話です。そうです、そうですか。長谷川穂積はこれが5度目の防衛戦、過去4度の防衛戦では様々なタイプのボクサーと戦ってきました。タイのウィラフォンは剛腕のファイター、メキシコのガルシアはちょっと猛進タイプのファイターでした。そして4度目の防衛戦のベチェカは長身のテクニシャン。飯田さん、ですから長谷川というのはどのタイプのボクサーに対しても非常に順応性が高いということが言えますか。そうなんですね。まずやっぱり体の、スピード、もちろんパンチの反動スピードも速いんですけど、はい、体の反応スピードも速いので、スピードで上回るとどんなタイプでも対応できますね。はい、第7ラウンド残り1分です。鈴木さん、はい、挑戦者サイドですが、ここまで思い通りの展開だと手応え掴んでますね。そうです、先に打っていけ、お前がきっかけをつかめ、考えさせるな、この指示です。はい、あー、飛びからボディー、それボディー、1人やり寄っていきました。長谷川穂積みチャンピオン。さあ、構わず前に出てきます挑戦者のマルドロット。楓香奈さん、今日はあの長谷川の左がなかなか当たるような感じもしますね。そうですね、非常にですね、あのやっぱりチャンピオンは、ね、その辺のやっぱり知識が好きですね。やっぱり相手がこないと思うと待ってますけど、来ると思うと自分が入ってきますからね。非常に入ってから打ってくるところがいいところですね。飯田さん、あの、はい、挑戦者の方も振りがやや大きくなってますから、そうですね、まあ、あの本当に打てば打ち返すっていう形なんで、ちょっとこの打ち合いの流れは当分続きそうですね。そうですか。この先も続きそうですね。第7ラウンド、壮絶な打ち合いのラウンドでした。ワールドプレミアムボクシング、今回で5回目を迎えました。日本のファンに世界のリアルファイトを楽しんでもらおうと始まったこのワールドプレミアムボクシング、 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、長谷川穂積5度目の防衛戦、第8ラウンドに入っています。この第8ラウンド終了後には再びジャッジの採点が場内に発表されることになっています。第4ラウンド終了では4ポイント長谷川リードが2人のジャッジ、2ポイントリードが1人のジャッジでした。さあ、8ラウンドが終わってどのように採点が変わっているんでしょうか。じりじりと前に出てきます挑戦者のシモーネ・マルドロット、ヨーロッパバンタム級のチャンピオン、タイトルを8度防衛しています。ちょっとスイッチをしました。山下会長からは全然怖くないからという声も飛んでいます。相変わらず2ラウンドにパンチでカットした傷から血が流れています、チャンピオンの長谷川。鈴木さん、はい、チャンピオンサイド、パンチは効いていないが、やはりちょっと血で見にくくなっている。なるほど、左がついていきます、挑戦者。なるほど、はい、そして行けるところがあれば行くように指示を出しますというふうに話しました。そうですか。新成人、神戸のフォートアイランドに去年の10月山下雅人会長が新しく作りました。千里馬神戸ジムからそのジムに移籍をしました。その初戦を迎えています、チャンピオンの長谷川です。さあ、ニュートラルコーナーは背負うチャンピオン、足を使います、右を出していきます、サウスポースタイルのチャンピオンです。挑戦者だとかわす、はい、プレッシャー強くなってきてますね。そうですか。馬力でこうグイグイと押すようになってきましたね。お、身長は挑戦者が170センチ、チャンピオンが168センチ、ほとんど両者の体格に差はありません。あっと、パンチを出していく、
さあロープを背にして回っていきます。右にサークリングボディを伸ばしていきました挑戦者。左から右、飯田さん、はい、挑戦者の振りが大きくなるということは長谷川のカウンターパンチ、得意のカウンターパンチが入りやすくなるということですよね。そうですね。でもちょっと今まあ、ジャブと、細かい連打が少なくなってきているので一緒になってこう大きく合わせようとしちゃってるんですよね。あ、そうですか。もっと小さく小さく。そうですね、もう少しスピードの、ジャブ、あっと当たり、今左のフック、その中で今みたいなパンチを、はい、打つと、あっ、チャンスでこれチャンピオンチャンスです、ね、チャンピオンチャンス。マルドロットもちょっと目のあたりを切りました。第8ラウンドは大きな見せ場をチャンピオンが作りました。第8ラウンドファイティングハートさん、チャンピオンのいいパンチが入りました。本当にチャンスですね。でもね、もう一回1名に、ね、もう少し3点相手にですね、ダメージ与えてほしいんですけどね、はい、さあこれから第9ラウンド、さあこれが8ラウンド終了時点での3人のジャッジのポイントです。さあ第9ラウンドに入りました。4ポイント差が2人、そして6ポイント差が1人、長谷川リードを支持しています。飯田さん、はい、第8ラウンドにチャンピオンのいいカウンターの左フックが入りました、はい、さあこの後の展開はどうなるでしょう。そうですね、まあ、ワンパンチで KO できるっていう言ったんですけども、やはり持ち味であるそのスピードと細かい連打、うん、それをもっと出していきたいですね。あ、そうですか。さっきの連打でももう少しスピードの回転があれば、もっと違う、ダメージの与え方ができたと思うんですよね。あのウィラポンを2度目の防衛戦の時に倒した時には右フックでした。そうですね。しかし今日のマルドロットには左がよく当たっています。今日のフィニッシングブローは左になるでしょうか。長谷川穂積、そのウィラポンとの2度目の防衛戦が KO 防衛、それ以来3度目4度目は12ラウンド判定です。あーっと左右を巻いていくような感じで打っていきました、チャンピオン。いや、しかし、ファイティングハルトさん、はい、挑戦者のシモーネ・マルドロットもちょっと長谷川のパンチによって8ラウンドに右目尻あたりをカットしましたが、また一段とガードを高く上げて冷静に戦うようですね。そうですね、その割の大振りの打ち方してますけどね、かえってこれでですね、マルドロットが来ましたらですね、長谷川君チャンピオンとしてはチャンスだと思いますよ。逆に出てくれば長谷川のチャンスですね、チャンスだと思います。右で打ち合いできますからね、投げ出すような右のジャブ、フリッカージャブ、ちょっと距離を取りました。左で距離を取って何を狙っているのか長谷川、左のカウンターを狙っているかチャンピオンの長谷川、動きは完璧に読んでいます。チャンピオン見てますね、見てますね。こういうディフェンステクニックでも、見せられる選手なんですよね。そうですね。あー、右のフック、ミラポンを倒した右のフックを振ってきました。左のボディから右、原田さん、リズム出てきましたね、チャンピオン。あれからですね、当たってきますとね、フロイドにすごいですからね、やっぱりね。そうですね、はい、第9ラウンド残り40秒になります。2人のボディストレート、距離は取ります。挑戦者のマルドロット、少しチャンピオンこのラウンド流れを変えてますね。変えてますか。どのように変えてますか。まあ、相手のパンチを見て、無理に打ち合わない戦い方をしてますね、はい、それはどういった布石があるんでしょうか。まあ、流れを変えるっていうのを自分で考えているかもしれないし、また何か、狙っているかもしれないですね。おっ、あーっと、一人のクー挑戦者、右を伸ばしていきます、チャンピオン。さあ距離を詰めていく挑戦者、挑戦者としては距離を詰めたいところ、それをいなしていくチャンピオンです。チャンピオンでやっぱりチャンピオンの勝ち。あーっと、それが相手、ね、はい、よく見ている、相手をよく見ている、長谷川チャンピオン、第9ラウンドが終了しました。さあこれから残りは3ラウンドになります。長谷川にとっては海外進出というでっかい夢があります。それを山下会長と実現するため、これが大切な5度目の防衛戦になります。
おっと、前世界バンタム級チャンピオンの辰吉丈一郎さんも観戦に訪れています。大阪府立体育会館、そしてこのファイティング原田さんがバンタム級の日本人世界王座4度の防衛記録、これが最多。今この長谷川が並んでいます。今日勝てば5度目の新記録。長谷川にリズムが戻ってきました。後半です。ラウンド10第10ラウンドを迎えます。WBC 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦、残るラウンドは3つです。ファイティング原田さん、はい、この残す3つのラウンド何か起きそうな予感はしますか？今やっぱり目が来てますからね、あれはチャンスがあったら行きますよ、ここで。そうですか。倒すチャンスがあればですね、無理するようなくて、やっぱり自分でも相手を見ながらやってますけどね、非常にあの相手のカウンターをくるところの引っ掛けるような感じで倒して聞いたら行きますね。勝負します、ここで。8ラウンドが終わった時に場内のポイントは公開されているわけで、マルドロット陣営としてはもうこれは倒さなければいけないということで3ラウンド来るでしょうね。そうですね。もうマルドロットもあのスタミナもあるし馬力もある選手なんで、あと3ラウンド全力でぶつかってくると思いますね。マルドロットは26勝中9つの KO 勝ちがあります。鈴木さん、はい、やはりポイントを見てちょっとトーンダウンしましたね。そうですか。ただ攻めるしかないという言葉です。はい、もう挑戦者のマルドロットにとりましてはまずはダウンをチャンピオンから取りたい。そのためには前に出てくるでしょう。それを受け止めてカウンターで仕留められるかチャンピオンの長谷川。これもやっぱりチャンピオンの長谷川君はですね、非常に打ち合いに来ましたが強いですかね、打ち合いもね。はい、ですかね。右大振りバランスを崩しました。今日は時々やりながらありますね、はい、ありますね。やはりチャンピオンとしても狙う部分は当然この新人の移籍初戦ということもありますし、はい、あるんでしょうね。それは大きいと思いますね。本当に今までの試合の中で今日が一番、対戦相手が強いっていうプレッシャーあるとは思うんですけども、それ以外のそういう記録がかかっていたりとか、はい、あ、挑戦者が右が入りました。そういうプレッシャーの中で戦っていると思いますね、はい、高橋さんどうぞ。はい、山下会長からですね、もう一度初心に帰って原点回帰のつもりで集中して戦えという話をしています。なるほど。ちょっとあのあたりの大振りのことも山下会長としては注意をしているんだと思います。やはり長谷川の持ち味は回転の速いスピードのあるパンチです。中に入ってくる。回転という言葉が赤コーナーから飛んでいます。まあ、その回転をさせないようにマルドロットもこう距離をぐっと詰めて来るからそれができないというのもあるんですよね。足を使って距離を取る左のストレート、これはブロックをしました挑戦者。第10ラウンドです。ミロフック、やはりガードが硬いのでなかなかこのフックも入りません。右巻き込み、その高いガードを下げるためにも前半でボディを打っておきたかったと話す長谷川です。さあ接近戦、頭をつけるチャンピオン。この辺もマルドロのチャンピオンですね。チャンピオンで打っていくんですよね。やっぱりワンツースリー打てないんですよね。ワンツースリーと下がるでしょ。そこはやっぱりチャンピオンもまた一点入っちゃいますからね。はい、左から入っていく。ここはクリンチです。やっぱりコンビネーションを取るといいんですけどね。アートリノック第10ラウンドが終了しました。これから第11ラウンドに入ります。長谷川穂積小野の防衛戦です。リングサイドには安子夫人、そしてひろと君、ほのちゃん、家族も詰めかけています。さあ5度目の防衛戦は残すラウンドがあと2つになりました。8ラウンドを終わった時点では3人のジャッジ、4ポイント長谷川リードが2人、6ポイントリード1人です。マルドロットとしては前に出て長谷川を倒さなければ夢を叶えることはできません。さあ一方の長谷川、お客さんが感動するボクシング、それは当然本人も KO 防衛だということはしっかりと意識をしています。残すラウンドは2つ、大きな右、この長谷川も
プロテストには1回失敗、そして4回戦時代には2回を喫しています。決してボクサー人生はエリートで始まったわけではありませんでした。しかしその後山下会長と知り合ってからは OPBL チャンピオン、そして世界チャンピオンへと上り詰めています。そして今日が5度目の防衛戦。この後はアメリカ、本場アメリカでのビッグマッチ、こういったものをやりたいんだ、そういう夢を持っている長谷川です。右のフックを放っていきました、挑戦者のマルドロット。鈴木さん、はい、マルドロットサイドですが、倒すパンチ、その一言でしたね。なるほど、やはり倒さなければいけないということなんですね。原田さん、そうですね、僕の1回2回ですかね、もう行かなきゃいかんです、どっちにしても。もうそうですね、力が残ってもしょうがないですから、はい、これまたスイッチをしました。挑戦者左のスレートを伸ばしていきました。挑戦者はこう出ていきたいんですけど、やはりチャンピオンの方があのカウンターを狙ってますからね、なかなか入っていけないという感じですか、はい、まあ、それが、ちょっと1人チャンピオン、ね、右を伸ばしていきました。挑戦者チャンピオンの右フックですね、はい、チャンピオンの右フック、あ、右フック、今右フックが入りました。チャンピオンミラコルを倒した右フック、この力を落とした、あ、2人のフックを食らいました。2人のストレート、1人渾身の2人ストレート、チャンピオン、世界的プロボーカー経験ジムの本田会長もあのイラポンを倒した長谷川の評価はアメリカでも高いと話していました。ただ単なる防衛戦なら今すぐでも組める、しかし長谷川の望むビッグマッチ、これは期待できる、この後十分可能性があると経験ジムの本田会長も言っています。その足がかりとなるか今回の防衛戦です。相手も打ち返しますね、打ち返しますね。さあ残り11ラウンド、残すは15秒、相手もまだスタミナ残ってますからね、十分ありますね。さあトリッキーな動きからカウンターを狙うチャンピオン、さあ11ラウンドが終了しました。残すラウンドはあと1ラウンド、飯田さん、はい、残す1ラウンドチャンピオンの長谷川に期待することは何でしょうか。大きなフック、会社のフック、左ストレートから右フック返しているのが、いい感じで当たり出しているんですけども、はい、やはりもう、まあ、最初から言った通り細かいパンチを打ってそれに混ぜていくと、KO につながると思うんですけどね。左のストレートから右フックですね、ですね。さあ残すラウンドはあと1つ、新生ジム移籍後の初戦、チーム一丸で取り組んだ5度目の防衛戦、長谷川にとっては新たなる挑戦へのスタートです。新人王も日本王座も取れなかった長谷川、まさに雑草の強さで日本の S、 そして世界の頂点へ駆け上がりました。頑張れる才能を持つ努力の天才、山下会長は長谷川を総評しています。さあ最終10ラウンド、WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、長谷川穂積5度目の防衛戦は最終12ラウンド。ファイティング原田さんはこの12ラウンド何を期待しますか、チャンピオンに。もうこの回はですね、3分ですからね、もうやっぱり悔いがなく自分でも打って打って打ち勝った方がいいですよ、初戦戦しく、はい、それは生まれてきますからね。さあ相手を追い出して距離を取る、さあ捨て身の戦法で前に出てくるマルドロット、カウンターを狙う、左から右のフック、これが当たればマルドロットはキャンバスに沈むでしょう。鈴木さん、山下会長から前に出ていけの指示です。前に出ていけ、さあ打ち返すと挑戦者マルドロット、最終12ラウンド、チャンピオンの方はもう怪我もしてるし、ポイントでも取ってるので普通は守りに入ってもおかしくないんですけどね、はい、セコンドから前に出ていけという、ね、指示なんですね、はい、やはりこの辺りボクシングで感動を呼びたいと言っている長谷川穂積です。さあ前に出ている挑戦者、挑戦者の左に今スイッチしています、サウスポースタイルの挑戦者、あ、ちょっと今頭をぶつけたでしょうか、チャンピオン、さあ下がってカウンターを狙う、カウンターを狙うチャンピオン、残りは1分30秒、 KO 防衛なるか長谷川、逆に焦って挑戦者出てくれば、長谷川チャンピオンの
カウンターの餌食になるっていうのもありますからね。さあ前に出てくる挑戦者、それをいなす左ストレートからウィラコンを出した右フックが炸裂するでしょうか。左から左チャンピオンが的確に有効打を顔面に当てていきます。左から右さあ挑戦者も出てくる、残り1分を切った。右フックチャンピオン、アッパーボディ挑戦者、左から右チャンピオン。世界バンタム級タイトルマッチ12回戦長谷川穂積5度目の防衛戦は最終12ラウンドのゴングを聞きました。世界1位の挑戦者を迎えた長谷川穂積5度目の防衛戦、勝敗は判定です。新生ジム移籍後初の試合、8ヶ月ぶりの試合、目標の海外進出を見据えた防衛戦でした。それにしてもこの1位の挑戦者マルドロットも1ラウンドから最終12ラウンドまで前に出ていくアグレッシブな姿勢を崩しませんでした。採点する3人のジャッジはアメリカフォードとサザーランド、メキシコのセルバンテスです。防衛成功ならば日本人のバンタム級世界チャンピオン、防衛回数の新記録、ファイティング原田さん、薬師寺康生さんを抜き5回の新記録です。116対112、ジャッジユアンモード117対111、ジャッジデイトのサザランド118対110、以上バンタム級のユナカスティスで勝者、WBC 世界バンタム級チャンピオン、チャンピオン長谷川穂積、打ち合って5度目の防衛に成功。新生ジム移籍初戦を飾るとともに日本人のバンタム級世界王座防衛記録最多5度目に成功しました。ファイティング原田さん、薬師寺康生さんの4回を抜きまして日本ボクシング界の歴史にその差を刻みました長谷川穂積です。さあファイティング原田さん、はい、今日の試合を振り返って長谷川穂積の気持ちは十分でと試合でした、素晴らしい最終ですね、はい、あれだけの怪我をして打ってくればいい打ち合いしてですね、感動すごくしますよ、あの打ち合い、そうですね、無情のね今日の5回ですから、素晴らしい防衛を行いましたね、はい、さあそして飯田聡さん、今日の試合をご覧になってどのような感想をお持ちですか。いやとにかくこう目が離せないというか、本当に12ラウンド打ち合いましたね。本当ですね、素晴らしい試合だったと思います、はい、1ラウンドから最終ラウンドまで打ち合いましたね。ですね、ファイティング原田さん、マルドロットも1ラウンドから12ラウンドまで挑戦者らしく前に前に出続けましたね。飯田聡さん、はい、マルドロットの健闘をどのように評価されますか。いや今泣いてる姿が映ってますけど、はい、本当にこう全てを出し尽くしたからこそ、ですよね、その涙ですよね。そうですね、なんかマネージャーなんかこの目の切ったのがどうのこうの悩みやってるんだとかなんていうことというような感じですね。あ、そうですか、見事に長谷川穂積が1ラウンドから打ち合って12回判定勝利、5度目の防衛に成功しました。この後海外でのビッグマッチ実現はあるんでしょうか。
帝拳ジム本田会長は世界的プロモーターですが、その可能性は十分にあるということを話していました。4歳のひろと君、そして2歳のほのちゃん、そして安子夫人です。では長谷川選手の声を聞いてみましょう。見事応援に成功しました長谷川穂積チャンピオンです。おめでとうございます。ありがとうございました。新しくジムが新しくなって今健闘をたたえ合っています。ジムが新しくなって初めての試合、どんな気持ちで臨んでいたんですか？そうですね、まあ負けたらやっぱしね、間違ってたと思われるので、とりあえずやっぱ負けないことが一番だと思ってやりました。今日は第2ラウンドでカットというハプニングもありました。そうですね、まあそれでちょっともうバッティングかなと自分は思ったんですけど、まあ、パンチだったみたいなんでちょっともういけなかったですね。ただ結果としては3対0の圧倒的な判定勝利です。そうですね、それでもまああの何度も言えない内容、まあ、勝ったことだけが評価される内容なんで、まあ、ちょっと申し訳ないです、はい、ただファンの気持ちに応える最後は見事なラッシュでした。まあそうですね、はい、どっかでラッシュ出しておきたかったんですけど、やっぱしカットがどうしても怖くなってしまったんで、はい、なかなか思うような試合できなかったです。はい、さあこれで5度目の防衛に成功です。この先に向けて一言お願いします。そうですね、まあちょっとね全然自分のしたいボクシングができないんでね、やっぱりもう少し、練習がもっともっと、いろいろ内容、練習内容を変えて、もっといい試合ができるようにちょっとやっぱ練習しないとダメですね、はい。ただこれで5度目の防衛ということで、偉大なチャンピオンたちの持つ記録を抜きました。いや、まあ、全然記録では抜いても内容で全然足元にも及ばないんで、少しでも、まあ、近づけるように、もっと頑張っていきたいです。さあそして今日も多くの観客の皆さんが、そしてマルドロット選手が健闘をたたえていますが、マルドロット選手の印象というのはいかがでしたか？いや、すごいやっぱハート強くて、試合前からやっぱし紳士的で、人としてすごい尊敬できる選手だと思います。戦えたことを誇りに思います。さあそして大きな拍手が沸き起こりました。応援に来てくださった皆さんに一言お願いします。そうですね、本当今日はせっかく休みや仕事の日に来ていただいたのに、まあ、そんなにパッと死ぬ内容でもなく倒すことできなかったんですけど、まあ、これがとりあえず自分の新生長谷川、新生の長谷川泉の、まあ、デビュー戦やったんで、とりあえず勝てたことで自分は今日はもう満足します。次の試合からは、まあ、もう少しいろいろ練習内容を変えて、いい試合できるよう頑張りますんで、これからももしよかったら会場まで足運んでください。で、新生ジムは練習生大募集してるんで、ぜひ全然少ないんで、まだまだぜひぜひ見学でもいいんで来てください。今日はどうもありがとうございました。見事5度目の防衛に成功、長谷川穂積チャンピオンでした。恒例のマーロか会長行きましょう。チャンピオン長谷川穂積、新生ジム移籍初戦を飾るとともに、日本人のバンタム級世界王座防衛記録最多5度目に成功しました。